コロナ禍に見舞われた3年間、臨時休校を繰り返す中、子どもの学びをどう保障するか、教育現場は課題を突きつけられてきました。葛藤を模索しながらも、ICT 教育を進めることで、新たな学びの扉が開かれています。まもなく卒業の日を迎える6年生。給食時間も机を向かい合わせることなく、静かに食べる黙食が今では当たり前の光景となりました。子どもたちの同士のこのいろんなコミュニケーションとか、あとはなんか声かけとか、そういうのがやっぱり とっても不足している部分があるので、それはちょっとも子どもたちにはかわいそうな時代だったんじゃないかなと思いますね。新型コロナウイルスの影響を受けたこの3年間、6回の休校、そして幾度も学級や学年の閉鎖を余儀なくされました。こうした中でも、児童の学びを保障するため取り組んできたのが、ICT を活用した学習です。おはようございます。おはようございます。2019年から文部科学省が掲げるギガスクール構想の先行事例校に指定されている糸満小学校では、すべての児童にタブレット端末を支給し、休校中の間もオンライン授業をすることで学習を支えてきました。このオンライン授業自体が私たちも初めての取り組みなので、少し不安もあるんですが、子どもたちの顔もしっかり見ながら授業していくことについては少し安心はしています。今年の6年生の教室を覗いてみると、調理実習、家庭科室で5年生の時できました？あ、そういうことはできます。やってないですよね。小学校生活最初で最後の調理実習ですが、この日は家庭科の授業で、翌日の調理実習に向けてタブレットで材料やレシピを調べたり、グループの役割分担を打ち込んだりしていました。美味しそう。これなんか600ミリリットル。コントロール Z で戻して。コントロール Z で。半角で半角。グループ学習の中でも使ってますし、個人の個別の学習の中でもやってたり、タブレットでドリルを配信して家庭学習に取り組ませたりっていうこともしています。国語の中でも書くことにこう差があったり、読み取りに差があったりする子たちも、このタブレット端末を使うことで自分たちの進度に合わせて学習を進めたりとか。で今でもちょっと体調が悪いので、自宅からオンライン学習させてくださいということで、連絡が入ったりとかですね、学びの保障という面では大きなその進歩につながったんじゃないかな。不登校の子どもやっぱりいるんですけど、子どもたちが学校には来れないけどオンラインだったらつながれるって子もいてですね、その辺はまた大きな効果の一つじゃないかなと思ってます。コロナ禍をきっかけに加速した ICT 教育は、感染症や災害が発生した非常時だけでなく、それぞれの進度に合わせた学習や、また不登校の児童の学びの保障にも役立っているんです。県教育庁によりますと、沖縄県の公立小中学校では2020年度に1人1台端末の整備が完了し、昨年度から本格的な活用がスタートしています。その活用状況を見てみますと、授業の振り返りや教材のペーパーレス化、そしてオンライン学習などで導入されていまして、複数の教員が活用していると答えた学校は 71.6% と、1年半の間で飛躍的に伸びているんですね。ただほとんどの教員が活用していると答えた学校はこの目標ラインに達しておらず、今後は ICT を使う指導力の向上が求められています。ところで、まもなく新学期を迎えますが、4月1日以降は学校教育活動ではマスク着用を求めないとされています。今、子どもたちは何を思うのでしょうか。6年生の体育の授業、ほとんどの子がマスクをしたままです。
ずっと3年生くらいの時からマスクで、もうマスクが慣れててみんなあれ顔マスク外したらなんか恥ずかしいとか、なんか顔が見られるのが嫌とかで外せない。違う小学校の人とも一緒になるからあんま外したくないです。多分みんなが外さないと外さないと思う。また感染症への不安を抱く児童もいました。またなんかオンライン授業したくないからまだ外したくない。ちょっとコロナが怖い、子どもたちの中でも、まあ、外したい気持ちもあるけどやっぱりずっと習慣化もうやってやってって言われていたのでなかなかすぐには外せないってい こうちょっと葛藤があるように感じられますね。マスク着脱をめぐって揺れ動く子どもたちの心。精神科で児童を専門とする医師は、新型コロナが未知のウイルスだった頃は命を守るための方策としてマスク着用は急務だったが、今こそ大人は余裕を持って子どもに向き合ってほしいと呼びかけます。今回はその急いでマスクを外さなければいけないわけではないわけですね。そうなるとあの時に比べて、まあ、子どもたちの気持ちに寄り添う余裕が少し大人の方にもあって会う方がいいのかなと思います。まあ、家庭の力も含めて周りの大人たちみんなが子どもたち一人一人の気持ちっていうのを考えていただけるといいのかなというふうに思いました。今までできなかったこととかを本当に伸び伸びとやってほしいなと思います。中学校では部活とか勉強、自分の興味のあることのについてもっともっと自分を出して頑張ってほしいなというふうに思います。顔を見られるのが恥ずかしいという思春期特有の感情のほかに、家族に基礎疾患があったりなど子どもそれぞれに外さない理由があることを大人は理解して寄り添っていくことが大切だと石橋医師は話していました。さまざまな制約がある中でもプロゲーマーになりたい、手話の仕事に就きたいなど、それぞれ夢中になれるものに出会えた3年間だったんですね。そうですね。新年度からの学校生活が思いっきり輝ける日々であることを願っています。